一度出たあの音がなぜもう出ない。こんにちは、アンソニーです。まあオーディオやってる人であればあるあるですよね。まあなんか新しい機材を導入したとか、ちょっとスピーカーの角度を変えたとかセッティング変えたとか、まあ何かと何かがうまく組み合わさって、まあ今まで聞いたことのないような最高の音が出ましたと。ところがもう2日3日経つと、あれなんかこの間ほどの感動はないなみたいな、どうしてあの時とセッティング変えてないのにあの時と同じ音が出ないんだろう、どうして再現してくれないんだろうみたいな、いうのありますよね。というのを575に合わせて読んでみたっていう、それだけの話なんですけれども、まあそういった、オーディオにまつわる川柳で、みんなでこのオーディオ業界を盛り上げていきましょうという、ちょっとしたイベントのご紹介です。名古屋のオーディオショップ、おたいオーディオ、私のチャンネルをご覧の方であればもうおなじみだと思うんですけれども、そのおたいオーディオさんはもともとおたいレコードという DJ 向けの機材の販売なんかをやってる会社も同じ場所でやってまして、以前このおたいレコードの方でその DJ にまつわる川柳大会みたいなことをやったことがあるらしくって、それめちゃくちゃ盛り上がったらしいんですよ。で今回はそれのオーディオ版ということで、まあピュアオーディオですよね、オーディオにまつわる川柳をみんなで、応募して、まあ商品なんかももらえるっていう、そういうイベントです。題して、ピュアオーディオ川柳大会ということで、すでにもう始まってるんですけれども、もう本当に応募は簡単で、今言ったようなこうオーディオにまつわる575で、リズムに乗せて、まあ、例えば韻を踏んでもいいと思いますけれども、そういったちょっと面白おかしい川柳を、ウェブから応募してくださいと。もう応募フォームめちゃくちゃ簡単なんですよ。別に、本名が、表に出ることもありませんし、もう至って簡単な応募方法です。でこれが、2月28日の日曜日まで応募することが可能ですので、残り約1ヶ月っていう感じですね。忘れずに今すぐやってほしいんですけれども、まあ、個人的にはちょっと韻を踏んでるようなもの私好きですね。まあ私うまいこと自分ではできませんけれども、それからちょっとやっぱりちょっと自虐的なネタの方が私個人的には好きです。でぜひそういうのを応募してほしいんですけれども、まあもちろん別に、自虐的なものじゃなくてもいいんですけどね。例えば、こんな川柳ということで、おたいオーディオのスタッフの方からも、サンプルが出てるんですけれども、例えばアキュフェーズ買い替えしても嫁バレずとかですね、どれにしようかな、ツイーター子供へこます俺へこむとかですね、ちょっとそういう面白い、川柳みたいな感じですよね。で、応募が非常に簡単なんですけれども、これなかなか商品が豪華でございまして、最優秀賞がタンノイのブックシェルフスピーカー、プラチナム B6 ですね。それからもう一人優秀賞ということで、デノンの、これはプリメインアンプになるのかな、PMA60 とか、それから、その他入選の方には様々な商品がもらえて、しかもですよ、参加賞が漏れなくついてくるんですよ。おたいオーディオさんで使える1000円分の、まあ、商品券というかポイントの付与がありまして、まあ、まあ1000円ですから、まあ、ちょっとしたアクセサリーを買う時の出しにするとか、で使えますよね。それがさっきお見せした、簡単な応募フォームからちょっと、入力して送信するだけでもうこれ1000円分のポイントもらえるんですよ。こんなのやらなきゃ損ですよね。もちろんこうあまりにもこう例えばオーディオからかけ離れているようなものであるとか、なんか皇族領女に、そぐわないようなものはダメですけれども、まあ、普通に、ちょっと面白いものを送ってもらえれば結構です。で、でそれらの中から先ほどの、優秀賞とかを選ぶのに審査員っていうのがいるんですけれども、これがですねすごい豪華な審査員の顔ぶれで、ちょっとお一人お一人のお名前はここでは紹介しませんけれども、はい、こんな感じですね。もう非常に有名なオーディオ評論家の方であるとか、それから、シンガーの方ですね、歌い手さんなんかもいらっしゃいますし、それからおたいオーディオの、おなじみ陽介管理人とか、スタッフの方とかもいらっしゃいます。でその中に私大変恐れ多いんですけれども、声をかけてもらいまして、私も一応、審査員させてもらいます。
なんか、一次審査は多分大量に集まるので、一次審査はある程度お対応料さんの方で絞ってくれて、それをこう我々審査員に割り振るというか、伝えられて、その中から選ぶっていう感じになるんですね。はい、っていうことですよ。まあ、なんていうんですかね、そのやっぱ最近コロナ禍で、オーディオメーカーとかオーディオショップとかもなかなかイベントをすることができないとか、やっぱりお客さんの顔を見たいとか、お客さんとコミュニケーションを取りたいとか、やっぱりそういう気持ちが強いと思うんですよね。でそんな中からこう皆さんのちょっと、クスッと笑えるような、オーディオにまつわる川柳を集めて、でそれを発表して賞をつけて、みんなで盛り上げていきましょうという、そういうイベントでございます。下にリンク貼ってますので、本当にね、もう気軽な気持ちで結構だと思いますので、別にもう絶対1位を取るぞっていう人でもいいですし、まあ、とりあえずなんか参加賞もらえるだけでも、まあ、参加してみようみたいな感じでもいいので、ぜひね、どしどしと応募してもらいたいと思います。私も、審査員引き受けたからには、本気で選ばせてもらいますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは